宝塚歌劇団の元空組で、男役の元トップスター、和尾羊香さん。6年という長期のトップ在籍歴を持ち、長身で中性的な顔立ちで、本当に王子様のような和尾さんにですが、現在はどんな活躍をされているのでしょうか。宝塚時代、長きにわたり、コンビを組み、高花の愛称で親しまれた、娘役トップの花房麻里さんとも、いろいろあったとかないとか。そして、和尾さんは結婚したようなのですが、お相手やお子さんがいるのかなども気になります。そこで今回は、和尾羊香さんの結婚や、子供について、また、花房麻里さんとの関係について、お届けします。それでは、お楽しみください。和尾羊香のプロフィール。生年月日、1968年2月15日、出身地、東京都世田谷区、身長174センチメートル、血液型O型、最終学歴宝塚音楽学校。第一章、和尾羊香が結婚した夫はアメリカ人。花房麻里さんと噂もあった和尾さんですが、2014年にアメリカ人作曲家のフランク・ワイルド・フォーンさんとご結婚されました。フランクさんは2023年で65歳を迎えられることから、和尾さんとの年齢差は10歳あるようです。和尾さんの宝塚対談公演の曲の作曲をしたのがフランクさんで、そこからしばらくは友人関係が続いたそうです。その後、和尾さんがアメリカへ留学した時に再会し、交際に発展したそうで、交際から1年でのゴールインでした。そんな2人の結婚式は、ハワイ州マウイ島にあるラグジュアリーホテル、フォーシーズンズリゾートで行われました。参加者は150名ほどで、宝塚時代の仲間もお祝いに駆けつけたそうで、その中には花房さんもいたみたいです。夫フランクさんは作曲家として大変有名であり、過去にはソルトレークシティ冬季オリンピックの開会式の曲を作ったり、ミュージカルジキル&ハイドの楽曲を手掛けたこともあります。一方でプライベートでは1998年に歌手で女優のリン・ライバーさんと結婚し、息子が一人いるといいます。しかしながら2004年に二人は離婚に至りました。また、それ以前にも別の女性と結婚し、息子が一人いるといいます。つまり、フランクさんには腹違いの息子が二人いるということのようです。その後、女優のブランディ・バークハートさんと婚約しましたが、2008年に別離に至りました。そして2014年に和尾さんとの婚約を発表、翌年に挙式を執り行いました。つまり、フランクさんは2度の離婚と1度の婚約破棄を経験している、モテる男性だったというわけです。そんな彼の心を射止めるだなんて、和尾さんの魅力はワールドクラスとも言えるでしょう。そんな二人の素敵な関係から今後も目が離せません。第2章、和尾羊香の結婚後から現在、子供はいない。そんな和尾さんの最新の活動状況をチェックしたところ、2023年現在は日本とアメリカを股にかけて活動していることが分かりました。宝塚の記念公演などがあると、日本に帰国し、OG として主演することもあるようです。また、2022年10月には、宝塚ホテルでのディナーショーも開催されました。まだまだ現役として、第一線で活躍されています。一方でアメリカでのプライベートは、マリンスポーツを楽しんだり、現地の食べ物を楽しんだりと、充実した時間を過ごしているようです。仕事もプライベートも充実しているだなんて多くの女性の憧れではないでしょうか。一方で結婚当初から変わらずラブラブだという二人ですが、2023年現在お子さんはいないそうです。フランクさんは様々な国で活躍する作曲家で世界中を飛び回っているようですし、和夫さんもアメリカでタカコを名義で活動もしているので、お互い充実しているのかもしれません。また、年齢的にも2023年で和夫さんが55歳、夫フランクさんが65歳を迎えることから、子供を設けるというのも現実的ではないのかもしれません。結婚当初の年齢も和夫さんが46歳、フランクさんが56歳であったことから、当初から2人は子供を設ける予定はなかったというのも想像できます。何より2人の間にはドンドンという可愛らしい愛犬がいますので、今はドンドンが息子代わりなのかもしれません。これからもそんな和夫さん一家を見守りましょう。第3章パートナー和夫陽花と花房まりの関係。和夫さんと長年ペアを組んでいたのが娘役トップの花房まりさん。舞台での2人の掛け合いが完璧すぎて、プライベートでもパートナーなのではないかという噂が出たほどです。和夫さんの本名、大川貴子から取った高花コンビとして、6年間舞台でコンビを組んでいたお二人は、同じ年に退団されました。退団後も仲が良く、2人で事務所も立ち上げました。その後、花房さんは事務所を離れたのですが、和夫さんの結婚がきっかけなのではないかと言われています。第4章、性悪。男前。和夫陽花の性格。和夫さんの性格を調べると、残念ながら悪い噂が多く出てしまっているようです。芸能人のトークの中で、女優 W として悪評が出て、どうもそれが和夫さんのことなのではないかということで、和夫さん=性格悪いとなってしまったみたいです。その後、自身の体調不良を理由に舞台を勝手に降板し、代役を立てる時間がなく、舞台自体が中止になったり、自分本位な気候が目立ち、問題児扱いされてしまうようになったのだとか。しかし、宝塚時代にあった落下事故直後には、痛みを抑え歌を歌い切ったりと、プロ意識の高い方と言われています。インタビューでの対応を見ると、さっぱりとしていて、普段から男っぽい方なのかなという印象です。第5章、トラブル。騒動。空組トップ、和夫陽花の退団。男役トップで6年という長い期間活躍してきた和夫さんですが、退団する際の引き際があまり良くなかったなんて声がありました。まず退団を発表したのが公演期間中で、それも稀なことだったようなのですが、その公演が別の男役トップの退団公演だったことから配慮がないのではないかと言われてしまったようです。そして、退団を発表してからの舞台で、和夫さんを吊っているワイヤーが切れ、そのまま落下して骨折してしまったのです。退団公演は、怪我の影響もあり、ダンスシーンはほとんどなく、そのまま退団してしまったことで、ファンからは残念という声が多く寄せられたそうです。その後、しばらくはリハビリに専念し、その後、コンサートや舞台、また、テレビドラマにも出演するようになりました。以上、和夫陽花さんの結婚や、子供、また、宝塚時代での、花房まりさんとの関係や、対談についてでした。ご視聴ありがとう。